大阪教育大学は大阪府柏原市朝日川家4-698の,の一日本部を置く日本の国立大学である。1949年に設置された。大学の略称は、大教、大教大、大阪教育大、奥。戦後の学生改革により、1949年5月31日に大阪第一師範学校。 大阪第二師範学校を包括した新生大学として大阪学芸大学を設立。1967年に大阪教育大学へ公明変更した。設立以来キャンパスは大阪市天皇寺区に所在したが、1990年代に柏原キャンパスが完成し、本部と大半の施設が移転した。現在は大阪府柏原市及び、 大阪市天王寺区の両キャンパスに教育学部、大学院、特別支援教育特別専攻課があり、約4500人の学生が在籍している。大学の公式キャラクターとして以下が設けられている。教育学部の単科大学であるが、2017年度以前には教員養成課程のほかに教員免許取得を目的としない教養学科が設置されていた。 2014年に北海道教育大学で大幅な改組が行われるまではゼロ面家庭が学科の形で存在するのは大阪教育大学が唯一であった。なお大阪教育大学以外では家庭の形であれば存在していた。2017年度入学生以降2016年度入学生以前大阪教育大学講座に関する規定によると以下の講座が設置されている。 柏原キャンパスからの景色天王寺キャンパス、池田市、大阪市天王寺区、大阪市平野区に幼稚園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校を持つ。池田市には、全国共同利用施設、学校危機器メンタルサポートセンターが設置され、学校安全、学校での災害被害児童、保護者の心理的ケアの実践、研究を実施している。 全学の同窓組織として、転友会が存在する。単科の大学ではあるものの、幼児教育、数学、国語、理科、社会、英語、道徳、音楽、美術、体育など専門分野別に家庭が分かれている。そのため、小学校教員志望であっても、中学校一種、高等学校一種の免許上の取得が可能となっている。 大学院への進学も視野に入れた場合、先修免許も取得できる。学生の努力次第では、幼児教育の免許、保育士資格、図書館支所の免許も取得ができる。反面、多くの教員資格を取得しようと考える場合、3回生から4回生にかけて教育実習を多く受ける必要が出てくるため、就職活動ができなくなるデメリットが存在する。 教育実習中は、講義への出席は免除される場合もあるが、2回生までに、取っておくべき、卒業要件に関わる単位は免除されないことも多く、計画的に単位を取らなければならない。3回生までの講義において、教員採用試験に必要な知識については、ある程度網羅されるが、教育放棄、中教審の答申などについては、最新のものを自ら情報収集する必要がある。 教育実習は原則として大阪教育大学の付属校を実習校とする。母校実習や異なる自治体での実習を希望する場合は早期段階での手続きが必要となる。付属校での実習は教員採用試験に直結する実践的な内容になっており、実習生としてあるべき服装、言動、指導案を求められるなど、 母校実習に比べてやや厳しいものとなっている。子供と触れ合いたいという甘い考えだけでは、実習を乗り切ることは難しく、一定期間を学校で過ごせば単位がもらえるというものではない。付属校は教育実験校としての寄付があり、そこに通う生徒は、ベーシックな授業スタイルから革新的なものまで、柔軟に対応しうると考えられる子供たちが集められている。 年に複数回の実習生を迎えているため、教員だけでなく子どもたちも授業に対して目が肥えており生半可な授業では通用しない。実習生は入念な準備をした上で授業をすることが求められる。多くの学生が教員になるが民間企業への就職を考えるものも少なくはない。その際は教育実習とのバランスを考えて就職活動を行う必要があるため、 二回生の段階から進路を考えていないと道が狭まってしまう。学生課や所属しているゼミの教授は相談に乗ってくれるが手続き等は自ら行わない限り卒業後の進路は何も決まらない。教員採用試験に合格することで各自治体で新規採用教員として働くことになるが教員採用試験に合格しなくとも 自治体に登録しておくことで講師として勤務することができる場合が多い。私立学校を希望する者は採用数、選考時期が学校ごとに変わってくるため注意が必要である。5月に5月祭が行われ、新入生の交流の場となる。11月に大学祭、上総祭が行われる。神総祭の名前は大学祭が 神名月から下月にかけて行われていたことに由来し、その頭文字を取ったものである。かつては、大学祭実行委員会委員長、音楽サークル連合委員長、体育会会長の3人からなる、組織、三社協によって、大学祭の意義と構想が毎年見直され、開催が宣言されていた。ありがとうございます。